7石山横穴母群は、神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷市の2丁目にある横穴母群。約20群1 0 0基以上あった川流域横穴母群の一市群である。かつて JR 根岸線の本郷大駅周囲200基以上あったとみられ、正確に調査されただけで43基存在したが、現在は4基ほどが、線路北側に残るに過ぎない。 1988年に横浜市地域史跡に登録されている。川流域をはじめとする南関東の丘陵部平原には、掘削しやすい土質の傾斜が多く、横穴墓が多く築造された。1967年に根岸線付設工事に伴って、現、本郷台駅周辺の丘陵が大規模に削られた際、横浜市郷土研究会会員の選会、 幸之助により存在が通報され、1968年、1970年、1972年に発掘調査が実施された。特徴は、近隣の地名をとって、鎌倉型横穴場化と呼ばれるアーチ型の断面を持ち、よく発達した原質の奥に、小型の間質を持つ複質構造であること、沿道は存在しないか、またはかなり退化していることが挙げられる。 人骨の他、はじき、末木類、まがたま、かん玉類、鉄剣、鉄刀類、耳輪などが出土している。年代間としては、古墳時代終末期から奈良時代までに幅広く変年され、景気的に増援されたことを伺わせる。この地域の有力市町村、裕農民層らの墳墓と考えられている。ありがとうございます。